余韻爆発してやべえっす。え、そうだよね。私もさ、なんかアンコールしてる時にさ、あ、終わっちゃうんだと思って、なんか終わりたくなかったかな。なんかどん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 いろんな曲をやって、みんなが、あ、この曲もやってくれるんだって喜んでくれるのもすごく嬉しかったんだけど、なんかそれは時間は進むからさ、どんどんさ終わってっちゃうんだよね。だからなんか悲しかったし、すごく、でもこれでニャジュイが一歩、それこそお披露目からあって合宿があって、いろんな対バンライブに出させていただいて、イコノルジョイにも出させていただいて、初めて13人だけで特別公演ができたんだなって。そう、私もちょっと MC で話したんだけどさ、いろんなことがあるから今日ができたなってすごく思う。なんかさ、今日さ、私なんかさ ぼやけてない、ちょっとなんでこんなぼやけてんだろう。リハ中の裏話、もうね、あのね、この間、出させていただいたジャパンアイドルスーパーライブと、あの今回のその私たちの特別公演で順番が違う曲で、でも同じ曲をやるっていうのがあって、その特別公演のさ演出とさ、ライブ、対バンライブでの演出があるじゃない。だからそれがみんなちょっと頭混ざってきちゃって、はぁ、なんだみたいな感じになってたのね。けど今日はみんなもう失敗しても笑おうってなって、初めてのさ特別公演だからねってなってね。そう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 、でもね、みんなで頑張りました。13人で出れてよかった。アリスがね、なんかね、本番本当に出る前にすごい励ましてくれたんだよね。私がやばいやばい、もう始まるってなってた時に励ましてくれたアリスが。最近アリスがすごく大人になってるなと思うんですよね。本当、あの誰目線なんですかっていう感じなんですけど、本当になんか大人になってるなと思って。